成長期の体力づくりボールキャッチをご紹介します。胸の前でボールを持って頭の真上にボールを投げます。キャッチするときはなるべく高い位置でキャッチするようにチャレンジしてみましょう。ボールを投げるときは頭の真上に高く当ててボールから目を離さないようにしましょう。次はボールを一番低い位置でキャッチしてみましょう。先ほどと同じように胸の前でボールを持って頭の真上に高くボールを投げます。落ちてきたボールを一番低い位置でキャッチしてみましょう。